どうも、林切さんのサメ社会学者リッキーです。普段 The World of Sharks というホームページや YouTube のメインチャンネルでサメの生態とか環境問題などについて発信を行っています。今回はですね、またちょっとサブチャンネルの方で、サメニュースを語っていくという回なんですけれども、前回は日本で初めてシロワニの繁殖に成功したというニュースを取り上げたんですが、今回はですね、ちょっとその喜ばしさとは一転して悲しい残念な、ニュースを取り上げます。それがですね、沖縄美ら海水族館で飼育されているジンベエザメ2匹のうちですね、1匹が死亡してしまったということが報じられました。22日に発表されたんですけども、6月17日に、ジンベエザメのうちメス個体がですね、死亡していたと発表されました。でこの子たちがですね、黒潮の海という一番大きな大水槽で、オスメスペアで、飼育されていたうちの1匹なんですけれども、今月内にちょっと体調が悪くなって、海上にイケスっていう、イケスがあるんですよ。水族館ってすごい大きなイケスがあって、そこに移してこう治療が行われていたんですけれども、残念ながら死亡してしまったということです。一応ですね、公式のホームページの見解によると、死因はもともとこの個体が持っていた顎の骨格異常による、切耳障害、要は餌がうまく食べられないっていうところですね。あと、胃と腸をつなぐですね、部分にねじれが生じて、餌が消化器官内に停滞してしまって、腸で栄養を十分に吸収できなかったことが原因じゃないかというふうなことが言われています。ただですね、おそらく現在解剖とかが、されて、もっと詳しい原因とか、そういったものが、記録されたりとか、論文にまとまっていたりとか、もしかしたらするのかなっていう感じです。でちょっとですね、僕、この美ら海水族館には何度か行ってるんですけれども、確かにですね、僕が撮影したジンベエザメの写真の中で、今見るとなかなかにこう、頭の形が変だなっていう子がいるんですよ。で、オスはですね、ちゃんとスラッとしたというか、普通のジンベエザメみたいなフォルムをしてるので、多分これがメス個体で、これが、この写真に写っているのが、骨格異常なのかなって思います。これについてはですね、美ら海水族館の公式見解がもっと詳しいね、発表を待たなければいけないと思うんですけども、そういうことをちょっと今思っています。で、このジンベエザメっていうのは、美ら海水族館を象徴するような生き物だと思うんですね。なんでかっていうと、この黒潮大水槽っていうのが、元館長の内田さんっていう方が書いた本によると、もうジンベエザメの複数飼育を、念頭に置いて作られた水槽なんですよ。要はジンベエザメがこう泳ぎ回るのに十分なスペースはどれくらいかっていうのの計算のもとに作られた水槽らしいんですね。で、現にこのメス個体は13年以上飼育されていて、オスのジンタクはもっと長かったかな、20年とかいったかな、ちょっと調べてみないとなんですけど、確かオスの方が長かったはずです。どちらにしてもですね、かなりの長期飼育に成功してきました。でですね、そういうこともあって、マスコット的な、その一般に愛される巨大生物みたいな可愛いジンベエザメっていうのも大事なんですけれども、その水槽の成り立ちとか意味を考えると、やっぱりこの美ら海のジンベエザメ死亡っていうのは、かなり大きな意味があるんじゃないかなって僕は思います。ジンベエザメってですね、ホウジロザメとかは怖いみたいな、ジョーズっていうイメージがあると思うんですけども、そういうサメイコール人食いマシーンっていう、もう異常に傾いたような偏見の中で、ジンベエザメはちょっと離れた存在だと思うんですね。優しい大きな、巨大生物みたいな、ジンベエザメはおとなしいみたいな、そういうイメージがあると思います。実際ジンベエザメ、あの体ですごい勢いで泳いでるので、下手にぶつかったら、それこそ普通のサメよりも全然危ない気がするんですけれども、確か結構肌も鋭かった気がしますし。なんで別にそんなに安全なサメかどうかわからないんですけど、とにかくですね、人をこう噛みついたりとかするサメではないっていうところもあって、結構マスコットとかね、ぬいぐるみとかになって、いろんな人に愛されてるサメかなって思います。で、そういうかなり有名なサメなんですけれども、結構生態が実はまだ謎に包まれているというところがありまして、例えば繁殖なんですけれども、台湾にですね、1995年に、妊娠個体が、発見されて、中から300尾ぐらいこうブワーって赤ちゃんが出てきたんですけれども、その妊娠個体だけしか見つかっていないんですよ、今。
で、まあ、その妊娠抗体調べた結果から、まあ、胎盤などを作らない、胎生のサメである可能性が非常に高いとか、あとはですね、生き残った個体を、大分とかでこう飼育していた時に、かなり成長速度が速かったんですね。3年間で、いくつだったかな、ちょっと確認しないとわかんないんですけど、なんか60センチくらいの、個体が確か3メートルくらいに成長したりとか、結構サメにしては速いスピードで大きくなっていたので、まあそういうことが確認できたという点で非常に貴重な標本ではあったんですけれども、未だにどこで交尾をして子供がどのように、どこで生まれて、どのように育って、そして何年生きるのかはっきりしたことがまだ分かっていないという、まあ非常に謎に満ちた巨大生物なんですね。まあ、それを長年にわたってこう飼育研究して、しかもその成果を分かりやすく僕たち一般人にこう伝えてくださった、展示してくださってるこの美ら海水族館っていうのは、本当にもう教育と研究啓発に力を入れている素晴らしい、日本が誇るべき水族館だと僕は思っています。まあ、今回死んでしまったのはメスなんですけれども、その2匹のうちオスですね、今も生きてる方の性成熟過程、要はどういうふうにこう、まあ、クラスパーって言うんですけども、サメの、おティンティンがですね、大きくなっていったかとか、形態が変化していったか、そして、ホルモン的なものがどう変化していったかっていうのを、こう、追っていって、論文にまとめて、で、それを公式ホームページに分かりやすく、成果として僕たちにも載せてくれてると、あと、館内にも展示があったかな。そういうことをですね、やってくださってる水族館なんですよ。本当にですね、もう全国の水族館は、この、美ら海水族館と、あとは、ま、僕、アクアマリン福島も本当に見習ってほしいなと思います。まあ、他にもこの水族館も裏側で結構頑張ってるとは思いますし、なんだろう、別に他の水族館がダメとかではないんですけども、やっぱり野生動物を扱ってるっていう面で、そういう教育的な発信っていうのはどの水族館も絶対に行っていくべきだと僕は思うんで、それに関しては本当に美ら海は突っ走ってるなと思いますね。まあそういう水族館で本当に飼育内でジンベエザメを繁殖させられるんじゃないかっていうね、もう期待があった中でのこの死亡なんで、まあ、僕も悲しいし、本当にもう飼育関係者は悲しいどころの騒ぎじゃないと思うんですけれども、まあ美ら海水族館であればこの死亡からも何かこうデータとかいろんな知見を得たりして、まあ、さらにこう研究を加速させていってくださるんじゃないかなっていうふうに僕は期待しているので、まあ、この新型コロナのせいでなかなかこう沖縄に行けない、まあ、行ったとしても今美ら海臨時休館中なんでこう入れないっていうのはあるんですけれども、まあ、その中でですね、ぜひともこう頑張ってほしいなっていうふうに僕は思います。なのでこれを見てる、サメ好き生き物好きの方はですね、ぜひそういった美ら海水族館を応援するっていうので、まあ、気持ちを持って、まあ、何かできることがあると思ったらそれを実践に移すっていうのをぜひお願いしたいなと思います。そんな感じでね、今回は終えていこうと思います。こっちのサブチャンネルの方はですね、原稿とかほとんど用意しないで、編集とかもあんまり入れずに、本当に思いつきみたいな感じで喋っていったりはするんですけれども、メインチャンネルの方はですね、もっとしっかりと体系だって、最初から基礎知識もこう組み合わせてですね、わかりやすく伝えていっているので、興味がある方は、メインチャンネルの方もぜひ覗いてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよならか。バイバーイ。